腰痛やお尻、足の痛みで関連性の高い座骨神経痛に対するストレッチについてお伝えしていきます。まず座骨神経痛に対するストレッチで用意するものは枕を一つ用意してください。ではやっていきます。座骨神経痛のストレッチをするときは痛い方の足を曲げていただいて、このようにそこから膝を上に伸ばしていきます。この時に足首もぐっと反らすようにしてください。そうするとこの裏がピンと張ってくると思います。この感覚を意識して10回やります。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。膝をずっと自分で上げたままにするのがきつい人はこういうふうに何か物を使ってください。足を置ける台を作ります。このように足を置いてもらって、この状態で膝を上に伸ばして足首を上げる。こうすると非常に楽かなと思います。応用としてこういうやり方もあるというのを知っておいてください。多くても3つでできました。以上が辛い腰からお尻、足にかけての痛みを緩和する座骨神経痛のストレッチでした。お家で簡単なストレッチできますので、ぜひやってみてください。